の名前はピーター・パーカー。とある噂を聞きつけてここ渋谷に遊びに来たんだ。おっと、街中僕の顔だらけじゃないか。あれは見覚えある顔だな。これは間違いない。食いしん坊なベノム、この人は僕の真似してる人。これは緑の妖精。あ、スティーブンさんもいる。渋谷最高。これはまずい。落ち着けピーター、私に任せるんだ。任せるって何を。一体何が起きてるんだ。渋谷マッチバスラン、最速は誰だ。ということで見てくれ、でででで、で渋谷完全再現されとる。ソニー、いやスパイダーマンとベノムからの挑戦状だ。どうやらね、このレースで一番早くゴールしたらバカデカテレビがもらえるらしいよ。本当に誰でも参加できるんでね、君もぜひ応募してみてくれ。ということで早速下見してみよう。渋谷マルチバース、めちゃくちゃすげえな。スパイダーマンワールドと、ここはベノムからのカーネイジ。ちょっとちょっとストレンジさん、渋谷まで影響出てますよ。めちゃくちゃ馴染みあるな。お、交番まで再現されてる。誰もいませんね。まあ間違いね、とんでもねえことになってるからパトロール中なのかな。すげえな、完全再現されてる。これ新しくできたビルでしょ。僕ね、去年までね渋谷住んでたんでわかりますよ。こっちの方に10分歩いたら僕ん家があります。おっとっと、少し脱線してしまいましたね。そしたら早速レースコーナー見ていこうか。さあ、ということで早速レースをやっていこう。お、なんだ、手持ちのグラップラー。なるほどね、これでスパイダーマン。スパイダーマン最高。お、なんか書いてあるぞ。大いなる力には大いなる責任が伴う。メイおばさん。メイおばさん。なるほどね、これちゃんとレースなんで、ここをくぐり抜けていく感じ。お、楽しい、めちゃくちゃ楽しい。なんだこれ、おい、車が吊るされてるぞ、クモの巣で。ここら辺なんか高いお店いっぱいあるからね、なんか悪さをしたのかな。ドンマイドンマイからの、まだまだいっぱいあって、めちゃくちゃ再現されてんな。これよく覚えてるよ、僕ここに立ってフォートナイトの広告見たもん。これソニービジョンね、渋谷で一番綺麗な液晶ですよ。これMJ とか書いてある。うわ、こだわりが不敬ですね。どんどん行こう、広いからね。どんどん行きましょう。からの、おっと、グリゴブ、もしかしてグリーンゴブリンがいるんとちゃいますか。こんにちは。え、誰か笑った、誰か笑った。どこだ、グリーンゴブリン、いるのかいないのか。いないみたいだな。さあ、どんどん進んでいこう。お、宮下公園かな。めちゃくちゃ再現されてますね。なんだこれ、おお、砂。サンドマンいるんじゃないか、これ。ニョキニョキニョキ、モリモリモリ。どこだサンドマン、出てこい。いや、これだな。すごいな、ノーウェイホームじゃん完全に。からの、なんだ、おお、ミラーディメンションじゃないかこれ。ストレンジ、ドクターストレンジはどこだ。ここあれですよね、スパイダーマンとドクターストレンジが仲良し恋しの場所。え、すごいな。おいおいおい、まだまだ続くってか。はいはい、山手線に着きまして、下に行って、おお、ここちょっとね、さっきから気になってたんですけど、めっちゃね電気がビリビリになってるんですよ。これ絶対エレクトロいいんだろう。電気エネルギーを吸い取ってるのか、めちゃくちゃすごいね。からの、お、ベノムコーナーじゃないか。うわー、ベノムに侵されちゃってる。うわー、地面が真っ黒。なんだこれ、弾き返されたぞ。ベノムの神病太が暴れていますね。うー、怖いな。渋谷センター街がベノムに侵略されています。スパイダーマンとベノム、いいポスターが貼ってますね。さあ、どんどん進んでいきましょう。なんか赤いのが見えるぞ、もしかしてこれは。おーま、オーマイガー、カーネイジュじゃないか。カーネイジュが渋谷で暴れている。今すぐ助けてください、スパイダーマン、いやドクターストレンジ。ということはこれ、もしかしてツタヤの中に入っていったってこと。お邪魔しまーす。おお、 DVD 発売した日かな、この日は。なんかすごい発売日って感じするね、 DVD の。2階もあるのか、2階も行っていいのか。お邪魔んぼー。え、すごいな。お、レジもあるぞ。すいません、僕が出演してる DVD 全部ください。これどこまで作り込まれてんのかな。3階も行けるのか。行ける。エスカレーターってどっち方向に進むっけ、右が登るっけ、わかんねえよ。え、ベノムの、え、な
なこうやばい隠し部屋見つけてしまった、すまないすまないすまないからの、おーいいっすね、コーヒーとか飲みたくなりますね。まだまだ続くのか。エレベーターに登ると、おっとこれはストレンジのポータルじゃないか、ストレンジでゴールってわけね。わーお素晴らしいな、見どころ満載、まだまだこだわりポイント絶対いっぱいあるよね。ベーノムベーノム、ここで飲みてえな。あ、そしたらタイム測りましょうか。一発勝負でいきますよ。最速コマンドを起動、レッツゴー。よし、まずは一直線進んでいこう。やっぱタイムが、時間が大事ですからね。この丸の縁狙いづらいけど、ここを狙ったら最速なんじゃないか。ソニービジョンの上に着地して、ここも進む。ゴブリンが笑ってる、大丈夫だ、それ幻聴だぞ。サンドマン娘は元気か、いい感じに進んでると思うね。ミラーディメンションもすぐに行く。ジャーナードクターストレンジスティーブン、ここねダッシュを一回温存して、エレクトロのところで全力ダッシュ、これが多分速いと思うんだよな。ジャンプ、よしよし、ここは弾かれないように。あー待って、スピード下げすぎちゃった、ごめんなさいね、ちょっと視点が汚くて、このキャラコンのために抜いてる方を変えてのショートカットを見つけたんだ。よしよし、全力ダッシュでカーネイジー、お前も今倒しに行く、ジャンプ、よし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 、いけるよ、1分切れるんじゃないの。ごめんなさいね、ツタヤさん、全力ダッシュで、絶対に真似しちゃダメだよ、ツタヤで全力ダッシュ、頑張れ、エレベーター乗ってドクターストレンジのポータルに入れ、左から失礼、よーし1分8秒、いいんじゃないかということでね、2022年4月9日土曜日、ソニークリエイティブカップフィーチャリングフォートナイト渋谷マルチバース、最速は誰だ誰だ誰だ、俺と戦いてえやつかかってこい。悪いけど優勝賞品のブラビアは俺がいただくぜ。ルールは一つ、誰よりも早く駆け抜けろ。詳しい内容はね、概要欄に貼ってある公式ページからご確認ください。ということで、どうやらね1分切りした人がいるらしいのね。なんでこのタイム1分切れる人絶対来て、僕もちょっと練習してね1分切れるように頑張ります。ということで、4月9日18時君とアッセンブルするのを楽しみにしてるぜ。以上、親愛なる隣人レジ君でした。